ここら辺や。声も。声も言うと。ね。はい、いよいよ京セラドーム近く来ましたね、はい、僕たちのことなのでギリギリです。今16時、ね、ここから歩いて行ってちょっとね、ライトスティックくれたねお友達の方にね、ベスティにね、静岡ベスティの方にお土産渡したいと、はい、果たして会えることができるのか。ミッションコンプリート。そして BE:FIRST 楽しんでいきます。はい、どうも、白石祐典と Z ちゃんです。いや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 、今ですね、京セラドームから、はい、帰ってまいりました、はい、帰ってまいったといってもですね、京セラドームの近くの駐車場に停めてですね、感想ね、ちょっともう新鮮な状態じゃないと忘れちゃうじゃん、うん、なんかね、うん、で、これ見た日の次の日に出してるんですけど、まだね、明日ドーム公演ありますので、うん、ネタバレになっちゃいけないと思うので、はい、基本的にこの今話すことはネタバレなしで、はい、で、今日の夜に、うん、ネタバレこのまま撮るんですけど、ネタバレしている感想はそちらね夜に出しますんで、はい、ひとまずね、いやー Z じゃすぐ泣いてたなんでなんどこから泣いたかな。初っ端から泣いてたよね。そう、初めの映像、うん、映像みたいなやつから。そう、わかります。僕もしょっぱな泣きましたはい、そうね、まあネタバレなしだからなかなか難しいんですけど、うんうん、やばかったね。なんか存在してるんだって一番初めに感じた。ああ、まさしく僕の初見と一緒ですね。で、まあまあまあ、その何をやったかとかじゃなくてですね、うん、まあ僕は前半もやばかったのが涼希くん、うん、もう涼希くんがもうフルパワーで、うん、ね、すごいね。でもうダンスバリバリのアイドルしてたからわかると思うけど、うん、あの連続でやるね感じとかね、あの無心臓の7人というかね、うん、すごかったですね。すごかったです。まあちょいちょい顔見たら、まあ、ちょいちょい泣いてますね。涙がバーッと出ちゃうね。もうね、いろんな感情、やっぱ、うん、ザストを見た後だから余計っていうのもあるし、自分がドームに立ちたかったっていう気持ちも。あ、ドーム立ちたかった。そうだね、まあだってみんなで、まあとりあえずはホール、まあ愛媛でいうと姫銀ホール
のメインで踊りたいが目標だったけど、うん、まあね、もっとこう上に上がれたらドームとか本当はしたかったけど、うん、まあね、そうね、そういった意味ではそのめちゃくちゃ大きいステージでやってないもんね。そうそうそう、一番大きいっつってもどれぐらいだ、ワンマンで何百人か集めてぐらいか。あのワンマンやったらそうやね、なんか、まあ、でもライブハウスだからね。そう、ライブハウスでって、本当にね、あの日高さん言ってたけど、ライブハウス、ホール、うん、あのアリーナ、ドームっていう、うん、本当順序って大事で、うん、俺なんかもうその夏フェス出たじゃん、そのでっかいとこで、うん、やっぱねライブハウスの時とやっぱ感覚違うのよね。うん、だからそのでもライブハウスも例えば逆に飛び越えてね、うん、ビーファーストがねアリーナとかやっちゃってたらまた違うと思うんで、うん、だから本当実直なこう感じがあるから今日みたいな、すごいライブ感のあるね、うん、大きいねドームでも、うん、ああいうことができるんだろうし、なんかこう俺は前回思ったんだけど元気出るよね。うん、元気出る、うん、それであのZちゃん、ライブ行ったことあるんですよ。行ったことあるんですよ。あのね、うん、明らかにね今回ねめちゃくちゃ楽しんでました。はい、あのね俺以上にずーっとあの僕がスティック貸したダブルスティック、ダブルスティックでねすごいずーっとこうやってたし、うん、すごく楽しそうな Z ちゃんを見て俺は嬉しかったね。あー、よかった。うん、楽しかったし、なんかこうなんかなずーっと泣くから恥ずかしくてなんか僕も一箇所泣いたんですけど、それは後で話しますわね。そうなんですね、はい、バレないように泣きますから。はい、いやーで、なんか出ました、あのこれを言わせてください、うん、あのシュントのあの可愛い笑顔出てました。あ、出てましたね、アリーナ同様、はい、あれでもうみんながねハマっちゃうのね。ハマっちゃうシュントがね、やっぱねなんていうの、音と遊んでる、音すごい楽しそうにライブするね。うん、うん、俺は素晴らしかったですね。シュント君の声がすごい聞こえやすいって言ったりかな、うん、なんか今日ドームはちょっとね音が難しいなと思った、俺音響の立場で思ったんだけど、ね、コンプかすごいかけるのよね、だからすごいあの音がこう周波数的にやっぱカバーできない周波数があって、はいはいはい、ちょっと割れちゃったりしてたけど潰しすぎてて、でもそれで多分ドームだったら難しい、ああいう風になっちゃうのかもしれない。なるほど、割れちゃう感じ。まあうまいことやれたかもしれないけど、やっぱもっとも僕より全然詳しい人がエンジニアしてるから PA してるからなんかあるんだと思うけど、まあ、ドーム俺もドームでライブを聞いたことはないから、はいはいはい、あんなもんなのかなとも思いつつね、うん、でもなんだろうな、その今日で言うとまあマイクに愛されてたシュント、うん、で両機もやっぱ愛されてたね今日は、いい感じにマイクに乗ってた、うん、でもそれ思うのは、うん、まあマナトもそうなんだけど、うん、その龍平のこのどっしりしたこう倍音ドーンみたいなドスが効いてるというか、うん、腰が入ってるというか、うん、高校生だからね。ですよね。いや本当にマナとも同じような、うん、でマナとはちょっと上の周波数もね、でそこがこうスーッと入ってくる、うん、こう龍平はドスン、うん、こうなんていうの、マナとはこうスンとこう、うん、スンとこう、うん、でそこの上にあの涼気とか、うん、ジュノン君がいて、そうそうバランスが取れてるの。そうです、ね、うん、でこうマイルドなレオがいて、うん、哀愁のある声を出せるシュンとかありながら、うんうんうん、エッジの効いたハスキーボイスじゃないけど出すじゃん、モンスターボイスね。本当にね、なんていうの、バランスが良くて、うん、でその中にやっぱりソータがいる、うんうん、ソータのラップがあって、うんうん、でソータの MC がやっぱ刺さるし、っていうか みんな MC がさ刺さんのよ。俺が MC と思ったのは、うん、そのすごくこうベスティに寄ってくれる、うん、その、うんうんうん、近い感じなんですよ、うん、そのなんだろうな、一緒に歩みましょうみたいな、うん、そういうスタンスをこう嘘くさくないのよ、うん、本当に思っているから、僕はもう腐るほど MC 見てきてるし、うん、してきたから分かるというか、でそれだからベスティ合わせて BE:FIRST 合わせてこう制作チーム合わせてチームっていう、こう彼らも言ってるんだけども、一致団結感はやっぱ素晴らしいなと思いましたね。まあ楽しかったと、はい、感無量でした。まあ、うん、終始泣きっぱなしということ でレオの優しさ感じたでしょ。いや、めちゃくちゃ感じたねえ。というかみんな
あのまんまやと思って。そうそうそう、ザストのまんま、いい意味で変わってない感じです。だから You're my bestie から出てきたみたいな感じなの、俺の中では。あのそのままの人たちだから、はいはい、すごくこう近く、ドームなのに近く感じるというか、うん、最高でしたね。はい、はい、ちょっと場所移動しました。はい、はい、ソータ君、ソータ君ダンスの迫力が、でも前ザスト見た時よりみんなが多分ダンスのレベルが上がってるから、ソータ君だけが目立つってわけではなくて、なんかみんながレベル上がってるなって一番感じました、うんうん、なんかこうやっぱバランスがいいね、 BE:FIRSTね、うん、音楽をやってた2人からしてもこうハマれる存在でね、うん、こう人生に楽しみをくれたというかね、うん、いや本当に楽しかった。時間が流れるのが私的にはちょっと早いなって思ったけど、うん、すごい 最後まで楽しんでたからね。そう、ずっと思ってたから。本当ね、皆さん柄じゃないから、県外までね2人ともね、人のライブ見に来るタイプじゃないから、ないです。本当にこうよそよそしながらね、今日もね、どこだどこだとか言いながらね、こそこそ行ってね、うん、でも楽しかったね。楽しかった。どうもでもよかった。なんかアリーナよりね、割とおじさんにはすごく良かった。こう椅子がしっかりあるし、あ確かに、うん、アリーナの方が近かったんだけど、おじさん的にはすごく楽だったかな。うん、うん、でもどん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 会場ね、このままもうドームまで来たから、ね、大きい会場になってくるから、俺はアリーナ見てラッキーだったんだなと思う、うんうん、いやそうだと思う。本当もっと近づきたかったもん、うん、結局俺双眼鏡使わなかったけど Z ちゃんが使ってた、うん、使ってたけど結局最後の最後でやっと使い方分かった、うんうん、7人がね、そのザスト通りというか、まあ、You're My Bestie とか YouTube 通りというかね、本当にこう身近に感じれる存在っていうのが BE:FIRSTでかいかなと。ギャップだよね。こうパフォーマンスはすごいけど気さくな人たち、うん、で感謝をしっかりこう伝えてくれて、一緒に行きましょうとこう伝えてくれるね、すごいね。でベスティーも多かったね。多かった。ベスティーだらけ。あんなベスティーに囲まれることもないよね、うん、すれ違う人みんなベスティーみたいなね、うんうん、まあまあ曲とかね語りたいこともあるので、それはねまたね今日の夜にでも出しますので、とりあえず行ってきた楽しかったという感想でございました。はいはい、今日は BE:FIRSTの京セラドーム2人で参戦した4回でございました。ありがとうございました。光光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